こんにちは、今日はねこちら CD を買ってきたので開けていきたいと思います。これはねCD ねあって特典でついてくるなんかポスターみたいなやつかな、うん、ポスターですね。おやべえ、これね今ねポスターね開けようとしたらねこれ中に入っててポスター切れました。最悪だなほんと。結構でかいサイズです。はい、とりあえずポスターですね。クリアファイルですね。ワンダグーでね買うともらえるんかな、わかんないんですけど、とりあえずねなんか店員さんがね一生懸命なんか探してたんでクリアファイルだったみたいな、まあ、とりあえずクリアファイルもらったんでこちらは取っときたいと思います。こちらねCD 発売日が8月の3日じゃねえ間違った9月3日に発売ですね。大幅に変わった点を紹介します。まずここのね書いてるねそのなんつうのイラストレーターさんが変わったんですね。これね誰書いてるかねわかんないんですけど、今までね左さんっていう方がね結構イラスト書いてたんですけど違う方が書いてますね。あとねここねラバーストラップがねついてくるということで全部ミクなんですけど、自分結構ミク好きなんでスマートフォンイヤホンジャックにねさせるらしいんで、まあ結構楽しみですね。袋開けます。これがで当たりました。これだね。かわいいですね。はい、ほんとイラストがね、なんかすげえ鮮やかで、綺麗ですね。ね、これね、ボカロでね、鏡でリンちゃんですね。鏡でリンが大好きなんですけど、こうね、リンのソロ曲がね、これ一個もなくて、リアのソロ曲も、まあ一個もなくて、あとガクポイドですね。のソロ曲もないという。バランスがね、今まで以上に悪いんですね。とりあえず自分ね、これネルさんのね、新曲入ってるらしいんで、それだけ目的ですね、ほぼ。こういうね、箱にね、包まれてますね。これが、CD 本体です。ここにね曲が書いてありますね。画質悪くてね見えないんだけど、リンちゃん少ないんで残念なんですけど、まあいいかなと思います。これ絵が本当に鮮やかで全キャラクターが映ってるということで、自分の大好きなリンちゃんもここにいるんですけど、この裏もねこれすげえなんか初音ミクのねいろいろなそのなんつうんだろうななんか動画のサムネみたいなのがここにあるね。で歌詞カードはねもう本当にまあいつも通りなんですけど、今回ね宇宙をねモチーフにしてるんでね綺麗な仕様になってます。こういう券はね出たら買ってるんで、ワンダグだとこんなにね特典がついてきます。バランスねもうちょっとね考えてほしいなと思うね。とりあえずこちらの CD 買いに行ってみてください。値段は2160円かな、2160円ぐらいだったと思います。ボカロスペースの紹介でした。以上です。